テルス迷彩を着たやつが乗ってるんだ。スネーク、さっき言い忘れてたんだけど。どうした？僕の研究室にはステルス迷彩の試作品が5セットあったんだ。それで僕が着ているものを除いてあと4着ある。そんな引き算なら小学生でもわかる。スネークにも渡そうと思って取りに行ったんだ。そしたら残りの4セットがなくなってるんだ。それでさっき調べたエレベーターだけど、どうもおかしいんだ。どうやら誰かが止めてたみたいなんだ。お前が乗った時も重量オーバーの警告が鳴ったか？それなんだよ。気になるのは警告が鳴ったんだ。エレベーターには僕一人だったのに。お前体重は62キロ。そのエレベーターは積載量300キロ程度のタイプだから、つまりここに最低5人は乗ってる。まずいよスネーク。